ってました。相模大野によく行ってました。あ、はいはいはい、女子美人友達に会いに。それね、またモテ期の話。モテ期の小学校だって。あ、いや、それはいらない情報でした。モテ期ですね。いや、素敵じゃないです。いや、恥ずかしいことが友人さんも。やめてよ、なんかお兄ちゃん、やめてよ。自慢に聞こえてくんで、ね、トシが喋ってた。うん、それまたモテ期の話かなと思って女子美行ってたっていうと、うん、そっか、大変だった。友達だって、ね、彼女だったら自慢になるけど、友達って言ってもいろいろな友達なんだよ、いろんな友達が。彼女になりそうな友達とか、モテ期の時の普通の友達みたいな。普通の友達を分けるんですか、なんか何用とか。何用俺そんな悪いのところに何用とか怖い。寂しい時を構ってくれそうな時を普通の友達で大谷さんっていう普通の群馬出身の実名。めっちゃ個人情報。いやいや、実名実名も言わないとさ、なんか信用してくれない。で、俺言わないと警察じゃないし。町田もでもよく行ってましたよ。男の友達もいたので東海大に行ってた友達がいたので。町田でも治安が、ね、悪いんですよ ね。すごい悪いですよ。そうなんです か、 やばいです。なんかすごいんですよ最近。なんかあのここ数年もうやばい。ヤクザがなんか、じゃ歩行者天国みたいになっているところがあって、はい、ほとんど歩いてる人しかいないんですけど、はい、夕方ぐらいになるとなんかすごい車がなんかいっぱいこうなんかどんどんこうなんか並んできて、なんかすごい大きい音楽流しながら町田のよく友達が言ってたんですけど、町田の路地裏とか要するに逃げ道がない場所に入ると本当危ないって、あのカツアゲとかなんか普通にあるらしくて、だから町田行くたびあの大通りしか歩けない。友達に止められるんです。ここの道危ないかなとか。相当危ない、まあ危険な目に僕会ったことないんでわかんないですけど。私もないですけどね。でもね、すごい噂がすごい。でも見た目がすごいですから、男の子とかは危ないのかな。危ないのかな。なんか町田出身の友達もいてそういう風には言ってました。結構何十の音か従来者ここ数年らしいですよ。でも、ね、そうここ昔は本当良かったらしいって言って。そう、私が中学生と高校生の時はまあ普通だったんですよ。なんかヤクザとかがね、どんどん流れてってるらしいですよね。もうなんかすごい新宿とか、あら今新宿とか、ほらチャイニーズマフィアとか海外の新勢力がマフィア、すごいね。いや、噂ですけど噂ですけど、噂みたいなマフィアなんかやたら壊れてる。面白いオウム返し。僕こういうの大好きなんですよ、情報。レジューマーというか無駄な知識がすごい。本当ですか。本当に美術家なんですか。美術の知識もありますけど、ありますけど、芸能関係とか思ったことってるよ。すごいね。好きなの。面白いわ。よく言われます。よく言われます。広く浅く。すみません。こんなに治安が悪いところも。いやいや、すみません、こんな。なんとも。この前出たところで小金井でしたっけ。なんすか、どこですか。あれなんか。アート神奈川かどっかでアートを展開して、なんかそういう結構治安が悪いところを、ああ小金井町が横浜です。ああ、はいはいはい、あそこ赤線とかの結構近くてすごかったです、ね、あそことはまた、まあ、違いますけど、でもあそこもねすごい、こっちはだから横浜駅の方向としては町田はだって違う、うん、ちょっと北の方。あ、町田はだって東京でしょ、うん、東京都ですよね、東京県が違う、
まれたりは今まではない。中心で絡まれた。絡まれた。小学校の頃。小学校？小学校ですか？うん、小学校はありましたけど。あ、どんな絡まり方だった？いや、あんな時ちょっと怖かった。なんかね。はい、大人にですか？いやいや、中学生ぐらいの時になんかメディケンサックっていうの時代を感じる、ね、あれチラチラされながら金出せやって言ってで俺出さなかったんだけどそしたらどっか行っちゃった大丈夫でした、うん、特になんかどっか行っちゃったって優しいヤンキーじゃんだからあ頑張ればなんとかなるんだと思ったその時そうですね、殴られない普通はね、怒られるパターンなんか、ねうん、いやなんか変な動きしたら速攻逃げようと思って逃げられたってことですか、うん、逃げられ た, た、うん、大丈夫だったっていうか人通りのあるとこだったから向こうもなんか人目気にしらしちゃう中学生らしいねちょっとこれ以上長引かせんとやべえぞみたいな空き巣的な心理戦になっちゃって3分以上なんか時間が経つとやべえぞみたいなすげえ想像感そんなっちゃっていやもういいよだから結局彼らからするとターゲットいっぱいいるみたいな次行こうよ大丈夫だったこれ以外ないね1回も僕もない運かな何だろう分かんないけどないね、うん、でもあの僕新潟出身なんですけど、はい、あのなんか、あ、そうですか、あの、あれありますよねなんか中学生とか僕も小中の話ですけど、うん、なんか喧嘩っていうか、あのタコを取るみたいな、それガキ大将的な、うん、ガキ大将っていうかなんかチームっていうかあるじゃんなんか、あ、チーム？チーム？チーム？なんか懐かしい感じ、僕は入ってませんけど、ただたまたまそういうほら各ね学校強いやつと遊んでたりするとね。なんかそう、お前何中だよ的な喧嘩にはなんなかった聞いたことあるような話題ある東京とかにも多いでしょなかったうちは海老名市なかった神奈川とかって一番暴走族有名じゃん神奈川一番、うん、すごかったもう完璧分かれてたいや完璧分かれてた住み分けがあったでしょ縄張りがあるんでしょ暴走族は暴走族ヤクザとのね、つながりもある人もいるんでしょ？いや、俺全然それわかんない。わかんないか。変わってなかったから。サッカー少年だったから。あ、めちゃくちゃうまいサッカー。こう見えて。こう見えてじゃない。こう見えてじゃない。さんがサッカー。さんが。でもまあ、やたらね、夜になると。楽しかったよ、うるさくてうむむむむむむうち16号沿いなんですよ16号沿いめっちゃメインストリームじゃないですかそこすごい暴走族ほんとすごいんですよ16号があって楽しい道だよね有名なんだ16号ってすごい有名で、あのなんか2時間スペシャルでやったりするじゃないですか あれすごい出てくる警視庁24時間だから、16号から1本太い通りを入った十字路にの角にうちがあるんですけど、すごい入ってくるんですよ、もうなんかメインストリートなんですよ、で夏とか窓開けて寝たりするんですけど、すごい狭い場今でも結構夏はすごいで、なんかこう窓からこうちょっと見てあ、通ってるそれ楽しそうじゃん、自分はなんか危なくないしカーテンとか隠れながらちょっと怖いから絶対そんなのバレないしいもしバレたら結構なんかこう別に何もないとか、ね、見てるだけだからあっちで見てるよ、見てるよ、見てるよみたいな感じたみたいないちいち襲わないっていう昔からなんですね、村田さんえうちの近くはそう慣れてますね、もうそれが普通です、うん、あ逆に土日とかの夜にバイク通らないと静かだねなんかやってんだよ、なんかあったのかなみたいな、なんか集会がみたいなそうなんかちょっと心配みたいな逆なんかあったのかもうるさい方がもう慣れてる